1月の、最初そうですね、僕の片岡さんで、まず戸田市からですね、こっちに入りました。でまず七尾市に入って、七尾市からですね、各自治体に寝袋を届けるということを約2ヶ月、まあ、ちょっと、続けてきて、被災地での支援活動が長くできるっていうね、まあ、ここをベースにしていただいて、七尾市だったり、あとはね、もしこう七尾市がある程度落ち着いてきたら、ここをベースに、ここはまあ被災地の入り口ではありますんでね、ここからいろんな被災自治体の方に、行く方も関係したいなと思います。やっぱ人がね、来るのは大事で、なかなか今まで来れない雰囲気だったんで、これから来ますよっていうことをね、僕は言ってきたんで。今までであれば、金沢から、こちらに来て、で受付をして、でそれから作業場に向かって、でまた夕方には帰るっていうような、だからそれまでの間なんで作業時間がこう、まあ、限られてたんですけども、こちらで寝泊まりするっていうふうになると、もう少し時間が長く取れるのかなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、ぜひまたこの地域に来て、力を貸していただければありがたいなというふうに思ってます。